はい、どうも長月です。エースコンバット7スカイズアンノーンの続きをやっていきましょう。前回は侵略部隊をやりましたね。聞いてる無線会話を聞いてるだけでこっちが悪者だし心が痛くなると、そんなミッションでした。最後にミハイがやってきて無人機の生産を立てとだけ言っていましたが、果たして何のことやら、まだ何も分かりませんね。では次のミッションに行きましょう。たどり着いた本土にも軌道エレベーターの支援施設があった。ここは天まで届いて伸びるエレベーターの構造体を作ってきた工場らしかった。ロビーの壁画の前に小さな女の子が座り込んでいて、それを見た王女は一瞬震えた。女の子が抱いたぬいぐるみ、タイラー島の経験はまだつい昨日のことだった。女の子は黙って王女の手を取り、工場の奥へと引っ張っていった。以前に知り合いだった二人だったのかもしれない。工場の中はエルジアの無人機の生産ラインに変わっていた。完全自動、無人のまま作り続けられる無人機の群れ。連れてこられた場所で王女は立ち尽くした。もう一人の娘が男の手を押さえていた。男の手はコンピューターの上で凍りついていた。娘はデータチップを抜き取ると床へ捨てた。そして私たちの方へやってきて、看守の腰の拳銃を抜き取った。引き金が引かれ、床のチップは打ち砕かれた。後で分かったことを織り交ぜて話すなら、娘はぬいぐるみの女の子の姉、姉妹は伝説の撃墜王ミハイア・シラージの孫娘たちだった。おじいちゃんから聞かされた前の前の戦争のトップエースの名だった。男はベルカ人。ベルカとは混乱の源、とんでもない先端技術と国家間を混乱させる謀略の卸元になることを好む民族だ。そう、私はベルカの民。かつての戦争で7発の核爆弾を自国内で使い、領土を自ら破壊してしまったベルカ。以来世界の背後にあって、何十年にもわたって何度となく戦争を生み出してきた。それこそが自分たちの運命と立場を取り戻してくれるのだと信じて。私が今ここで入力し終え、その後にミハイの孫娘が打ち砕いたのは、彼女たちの祖父から絞り取ったデータだった。このデータを得るためにミハイがどれほど肉体的に痛めつけられたのか、最も身近で見ていたのがこの娘だった。それほどの苦労も私がこの孫娘に約束した戦争の終結には結びつかず、絶望的な混乱を作り出しただけだった。私たちは混乱の源として恨まれ、捕らえられ、迫害の対象となっていた。味方してきたはずのエルジア人たちから、ミハイの孫娘から私を貫く刃のような眼差しを向けられるその以前から、私にはもう仕事を続ける理由などなくなっていた。孫娘はこんなものを持っていればあなたたちと同じになってしまうと言って拳銃を投げ捨てた。あなたたちの中には王女も含まれているようだった。王女もまた彼女の目を恐れていたようだった。王女が国民を鼓舞し進めてしまった戦争、彼女と彼女の祖父の老人もまたその犠牲者となってしまっていた。ベルカのため、エルジアのため、祖父の望みはただ一つ、あの大空で生き続けたいという、それだけだった。そこしか生きる場所がなかったから、私には空どころか、体
帰るべき国すらない。黒い森も湖もとっくに私のものではない。たとえ懐かしい亡き母の思い出の土地だったとしても、私たちはそんな郷愁から離れ、もっと大人にならなきゃならないの。祖国は今となっては遠いな。確かに。一方で侵入者の女は一人、もっと現実的なものを見ていたようだった。コンピューターを調べた。伝説の撃墜用のデータはすでにインストールされている。いや、私が途中でカットした。だがすでにそのデータを載せた機体が2機だけ作られることになってしまっている。工場を爆破しよう。こことは限らないんだ。同じような施設が複数ある。究極のデータを搭載した2機はそのどれからか生まれる。ここは軌道エレベーターが太陽エネルギーから作る電力で動いてるんだな。他もか。軌道エレベーターをぶっ壊して電力をカットすれば。とりあえずここを爆破するぞ。ああ、破壊すべき要所を教えよう。私が考えていたのはあの入り口の壁画。ハーリング自身が描かせたもの。そこに描かれたのは世界中の各地に建てられたいくつもの軌道エレベーター。はあ、軌道エレベーターはエルジアから収奪するためのものではなかったんだ。その後軌道エレベーター本体をぶっ壊す。建設の目的はどうあれ、あれこそが今や混乱の源だ。あなたは。ん？あなたならどちらを選ぶかしら。ハーリングの鏡の。ブリーフィングを行う。作戦飛行はもう十分だろう。俺は早く家に帰る道がこのままじゃ見つからん。どっちへ向かって飛んでも誰かが弾を撃ってくる。見てくれ、先ほど部分的に復旧した一般のネット回線経由で送られてきた通信文にあった内容だ。エルジア急進派が軌道エレベーターに集結していると言っている。軌道エレベーターはエネルギー源だ。戦争マニアに莫大なエネルギーを与えればこの腐った戦争はまだまだ続いてしまう。これに反対する者はオーシア、エルジアの国籍を問わず集まって海と空からの飽和攻撃で残りのアーセナルバードを沈めようと言っている。そして軌道エレベーターを戦争遂行者の手から奪うのだ。ところは確かなのか。騙そうとしてるかもしれない。だが見てくれ、最後にはこうも書かれている。一人の大バカ野郎へ、この世界を取り戻したければ東大へ集まれ。未来はそこにある。大バカ野郎、聞いた言葉だ。ああ、俺もそう思う。俺はタイラー島で出会ったやつらだ。元444飛行隊のあの連中だ。俺は多くの人々へ向けた戦争終結へのメッセージであり、そしてトリガーへの指針なんだ。俺はそう思う。家に帰るには行くしかないか。綺麗さっぱりさせるか、あの残った巨匠もろとも。まとまったな。俺たちに道は一つしかないようだ。この戦争を終わらすことだ。軌道エレベーターへ飛ぶぞ。東大を守るアーセナルバードをぶっ潰すんだ。熱いぞ。急に熱すぎる。アーセナルバード撃墜戦です。はい、今回は完全なる空対空ですね。だったらもう選ぶ機体は決まってますね。はい、では行きましょう。かなり終盤ですよ。スライダー隊、速やかに出撃せよ。
援護を頼む。これ以上やらせんな。エルジア空軍の相手はパイロットの意地を見せろ。すまない、助かった。気にするな。フォーメーションを組み直せ。カズで押す。来たな、ロングレンジ部隊。お前らが合流できたのは嬉しい誤算だ。ロングレンジ部隊の任務は航空優勢の確保。有志連合にはエルジア軍機もいるが、味方機と識別する情報をデータリンクで送った。確認した。無人機を含むエルジア政府軍機は敵機と識別される。二つ頭のエース機の実力存分に見せつけろ。うちのエースはもう2機じゃねえんだから伝わってねえのか。そうだな、カウント。もう2機じゃない、ワイズマンの鍛えた部隊だ。今残ってる連中は全員エース級だよ。国籍を超え、この空域に集まった者に次ぐ。こちらはオーシア南部方面軍司令部。いや、国籍のことは忘れてくれ。我々はただアーセナルバードを落とすという目的だけで結ばれた有志連合だ。アーセナルバードへの一斉攻撃の開始時刻を待て。了解。了解。本軍チャンネルで喋ってやがる。敵にも丸見声だ。それしかないんだ。司令部の柳はエルジア本気もいる。こちらエルジア軍に突っ込む隊と自衛隊。我々は独自の判断で告知だ。ロングキャスター、そちらは管制下に入る。こちらすらせ。我々の正直は国民に対する空軍といっても一小隊しかないんだな。ミスター X の手下だ。ガウント、慌てるな。前線は禁止。ああ、分かってる。今は一機でも味方が多い方がいい。それがワイスマンを殺した奴の仲間だな。あ、そう。生産量より評価。アホか、そんなことできるかよ。オッケー。リーダー機が落ちたら無人機の動きが決まった。はい。やはりな。リーダー機がいない無人機は乗らない。これさえも乗れたの。オッケー。いいか。配信始めよう。今。地上波放送と動画配信の両方で喋ってる。私は、いや、私たちが誰なのかは重要じゃない。まず目的だ。軌道エレベーターをぶっ壊そう。そしていつまでも戦争と混乱を生み出し続ける無人機の生産工場への電力を止めよう。無政府状態になってなお続くこのくだらない戦争を終わらせる。それが目的だ。今ここで何が起きているかを伝えたい。地上は家を失った難民でいっぱいだ。ここも例外じゃない。にもかかわらずだ。その頭の上で戦争が続けられている。あと何機落とせばいいんだ。一機ずつ落としていけば必ず数は減らせる。ですよ。大陸規模で通信インフラがダウンしちまってるので、この動画を見れる地域は限られる。配信サーバーにアクセスできたラッキーな奴らは、ほら、こうして王女様の顔が拝める。コネットは何か喋ってやれ。エイブリル、こっちに来て大丈夫だ。銃は取り上げた。よかった。
これアーセナルバードの時に死んじゃわないか、大学生が。みんなの王女様が壁画を見つめてる。ここにもあるんだな。いくつもの軌道エレベーターが並んだものよ。未知なる空へか。コゼット、そろそろ行こう。緊急、アーセナルバードからミサイルの発射を確認。お、こいつはヘリオス。ヘリオス、着弾地点から距離を取れ。またヘリオスかよ。着弾まであと10秒。5、4、はいはい、3、2、1、着弾。今の爆発で何機巻き込まれた。どうした、次の攻撃は来るか。分からん、だが警戒しろ。ミルコ、ミルコ、警備システムが解除できない。でも手がないわけじゃない。あいつの言う通りやれば10秒だけならなんとかなるはずだ。コネット、バカ、コネット戻れ。くっさ、みんな見てたと思うが、トラブル発生だ。王女様が一人でメンテナンス棟に行っちまって、しかも私たちは締め出された。おろおろ、どこでスイッチが入ったんだ。じゃじゃ、それ。ヘリオス到達まであと10秒。えい、5、4、3、2、ヘリオス到達。カバーストドア、確保。危ない危ない危ない。危ない危ない。軌道エレベーターを破壊するって言ったがね、別に斧でぶっ倒すってわけじゃない。空港のてっぺんには6機の1マーカーが設置されていて、軌道エレベーターの歪みを監視しているんだ。そいつが破壊すべき要所だ。センサーが狂えば監視システムはエレベーターがぶっ倒れたと勘違いする。安全が確認されるまでマイクロ波がストップされるってわけだ。そうか、私がやるつもりだったんだがな。なるほど、そういうことか。アーセナルバードがヘリオスを発射。またか。着弾まであと5秒。えい、3、2、着弾、今。あ、危ないじゃん。違った違った。どう考えても今敵のやつに当たってませんでした。ヘリオス到達まであと10秒。到達まであと5秒。2秒。あぶねー。敵に血を差し出した。作戦時間残り30秒。ロックオンだ。全然見当たらない。敵がくるくる回っちゃってるから。あー、来たな。全部隊、化け物取りが罠にかかったぞ。来た。攻撃では合図を待て。有志連合の部隊に次ぐ。まもなくゼロアワーだ。アーセナルバードへの一斉攻撃まであと10秒。来たぞ。さあ、お4、5、すべての武力を持って攻撃せよ。攻撃開始。熱いぞ。だよね。すべてのミサイルが空中で消滅。攻撃失敗。巡航ミサイルは目標に到達せず。化け物取り目。ロングキャスターより前期に警告。レーダー上に多数のブリップが出現。おいでなすった。面白い。おい、アーセナルバード見ろ。レーダーか。最悪通過をブレーク並びにラーク警告。はい、一体諦めろ。退避。機関機関人が兵器の攻撃を受け逮捕。
HQ、様子がおかしい。味方艦隊の被害が尋常じゃない。まさかほどの化け物だったとは思わなかったぜ。アクティブプロテクションシステムの作動は想定内だ。もう一度飽和攻撃を仕掛ける。航空戦力はアーセナルバードの動きを鈍らせろ。メインプロペラ1機の停止を確認。いいぞトリガー、攻撃を継続しろ。メインプロペラが2機とも停止。ダメか。ちょっと安易にやっちゃダメですね。えげつない、えげつない、えげつない。一回の攻撃か。ストライダー1、ミサイル発射。ちょっととりあえず周りの奴らを何とかしないと安心して狙えない。APS を準備動作だ。ガキ、アーセナルバードから離れろ。よし。エアロックを抜けてメンテナンス用エレベーターに乗れ。風防のてっぺんまで上がるんだ。一人で機密服を着れるのか。ヒラヒラした服を着たままじゃ無理だぞ。若者顔で飛びやがって。ダメです、機関制御室壊滅。反対近くに駐車しろ。部屋が先からやられた。歯が立たない。こいつに弱点はないのか。ロックオン終わった。 HK より全航空機へ。HQ、 通常の兵装でアーセナルバードを破壊するのは難しいぞ。何か作戦がなければエースパイロットがいても何もできない。敵が味方の後ろに。時間を稼いでくれ。協議する。今から考えろってのか。離脱した味方機をフォローしろ。ロックインするぞ。攻撃が反対だ。ストライダー2、ミサイルだぞ。メインプロペラ1機の停止を確認。いいぞトリガー、攻撃を継続しろ。危ない。APS の準備動作だ。ダメだ。一機の弾だけなのに。どう思う？一機巻き込まれた。いや二機。目標を撃墜した。電球のような形のものか。でも光っていない。そうだ。そいつが一番だ。何をするかは分かってるな。大丈夫です。
けいけ、どんどん行くぞ、どんどん行くぞ。ストライダー1がサブプロペラを破壊。いけるぞ、これだけ当てて損傷しないはずはない。あと1個かな。どうだどうだどうだ、壊れた。まだなんかあるな。でもなんか、あ、まだまだ生きてる、まだ生きてる。プロペラがいい。壊した。本当だわ、慣れるほどやりたくないわ。プロペラがまた動き出した。どんだけ硬いんだ。マジだわ。やはりネクタルヒップを破壊するしかない。なんだそいつら。ブッキングのジェルを破壊すればバースタイバーするプロペラユニットを切り離せる。そうすればネクタルヒップが落ちてくる。そこにマッチで火をつければアーセナルバードは燃え上がる。ただし僕なら相当上の手配を難しすぎる。そこは問題ないと思うぜ。下に行って上、真下から撃ちましょう。ちょっとあの2人とは余裕がない。難しい。どうだ、当たんない。分かってんだよ、分かってんだけど、そんな余裕がない。ライダー1がやられちまった。ロッキングモジュール破壊、これで2つ目だ。すごい奴らに惑わされるな。やることは同じだ。
射。すべてのターゲットを破壊。サプライユニットが脱落するぞ。外れたユニットのオミエルはお待ちかねのレクテラだ。こいつを破壊すればアーセナルフォワードもただでは済まない。熱い感じになってきた。熱い感じになってきたぞ。そういう感じになってきたらそれも難しいぞ。それもそれで難しいよ。減速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 からの下からで行くしかあるまいですね。行け、行った。トリガー離れるんだ。アーセナルバードの高度が急激に下がっている。アーセナルバードが壊れている。ロックキャスター落下地点を調整できれば大丈夫だ。このままなら海に落ちる。ターゲットと進路が重なる機体は退避しろ。これで全ての拠点が地に落ちる。問題がでかいと死ぬ様もはるだな。おお、みんな見えるか。これがさっきまで生きていた人間がいた場所だ。私の仲間がここにいた。見えるか。これすら戦争のほんの小さな側面だ。軌道エレベーター施設エルジア軍将兵にする。投降するなら攻撃はしない。できるだけ抵抗して援軍を待つんだ。我が隊は投降する。お前らも無駄に命を捨てるな。王女様、そこで待ってろ。こっちから助けを出す。いえ、難民の誘導を優先してください。私はパラシュートで脱出します。なんだって。警告、ボギー出現。起きた。工場で見た無人機か。行きます。地上で会いましょう。おい待て。飛んだ。後ろを取られた。怖いぞこいつら。トリガー最上機なんとかしろよ。スライダー2ミサイル、ミサイル。コルデットはあれか。クソ、なんでこんなところに。コルデット、エイブリル、こっちにも来るぞ。早く難民を避難させよう。ドライダー2、生きてるか。なんとかな。だがこれ以上は飛べそうにない。西に数キロ行った沿岸にオーシアの空母がある。座礁したままになっている艦だ。難しいがそこに着艦するしかない。トリガー、両機のエスコートを頼む。空母へ向かおう。今はそれしかない。時間かかりましたけど、いやーなかなかでしたね。アーセナルバードを倒すのは結構熱いんですけど、結構細かい作業がですね、あれですね、3、4回どころじゃないですね、5、6回ぐらい失敗してますね。はい、というわけで、果たして王女様はどうなってしまったのかっていうのと、出てきましたね、ミハイ無人機、スーパーミハイ無人機が、さあ、トリガーの最後の大仕事でしょう。おそらく次回が最終回ですね。はい、皆さん、じゃあ今回ミッションこれで終わりです。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画のグッド評価をお願いします。